お姉様。どうしました、スズネお嬢様。説明しよう。スズネお嬢様はスミレお嬢様のお姉様です。最近ご結婚いたしました。あれ、なんか歓迎されてないっぽい。嬉しい、お姉様だ、お姉様だ。やったやったやった。嬉しい、二人とも。今日は何の用なのかしら、お姉様。実はね、赤ちゃんができました。おめでとうございます。めっちゃ噛んだ、ごめんなさい。おめでとうございます、鈴音お嬢様。言いにくい。鈴音お嬢様、おめでとう。ありがとう、嬉しいわ。旦那様もさぞお喜びになられたでしょう。今日やばいわ、俺。旦那様もすごく喜んだんじゃない？まだ言ってないのよね。早く報告しましょうよ。それもそうね、早く報告したいわ。というか、体調大丈夫でございますか？つわりとか何かあったら言ってくださいね。つわりね。つわり。超つわりかも。つわりなのよね。体調悪いかも。鈴音お嬢様、なんかおかしいわね。本当に赤ちゃんができたのですか？できたわよ。できた、できた、超できたの。じゃあ旦那様に報告します。ちょっと待って、うるさ、ソプラノ。お姉様、何なの、いつもの冗談。違うのよ。ちょっと説明させてくれない？赤ちゃんができたのは本当よ。ほら、エコー写真。おっ、殺すぞ。嘘嘘、冗談。はい、これが本物。すっと出せ、すっと。わあ、本当だ、赤ちゃんだ。ちっちゃくて可愛い。ちょっとね、風邪気味かなと思って病院に行ったら、妊娠の可能性がありますって言われてね。そんなに体調もめちゃくちゃ悪いわけじゃなかったんだけど、産婦人科に行ったらね、できちゃってたの。おめでとうございます。性別は、性別は。鈴音お嬢様はあまりつわりが重たくない方なんですね。性別はまだわからないのよ。そこでね、ちょっと相談なんだけど。どうしたの、鈴音お姉様。あのね、旦那さんのことなんだけど、もしかしたら浮気してるかもしれないのよね。